Now this is what I'm talking about. はい、毎度どうも恐縮です。キミヤスと申します。デビルメイクライ3やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあね、本格的に悪魔の封印が解かれちゃった感じなんですけど、で立ちふさがる信念により貫き信念を示すといううまい掛け合いですね。でね、目の前に敵がいる状態で開始なんですけど、これ以上パワーアップできるのかしら。ガン、何パワーアップする。もうショットガンぐらいなんですよね。ショットガン上げとく、今更だな。待て、アクションはドライブぐらいか。衝撃波を出すやつかこれ。あ、待って、ネバン何あげようかな。アクションだよ、アクションだよな。これか。ニシンの剣を振り上げ、炎風とともに前方的を巻き上げる。これあれか、これ上げとくかな。あ、それよりもあれかな、スキルの方かな、アイテムかな。これ15,000、これ上げとくか。ヒットポイント最大値2万、もうないもうない。これでいくか。一緒スタート。まあアクションはもう腕でカバースキルでカバーで、ここで待って、これ何、これは特に何もないんだな。はーい、その先はどっち行けばいいんだろう。赤か青か、青かな。でもこれが手前にこれがあるってことはちょっと強い敵がいそうだから、やっぱ赤にしようと。来たぞ。またあんなとこい、こいつがいる。こいつ先はつけたい。飛び道具を飛ばすやつを倒してからの後ろの敵がつけて、よいしょ、はいはいはい、こんなもん。待って、今どっか来た、どこっから来て、あれなんか奥に行けんな。でもなんか扉大きいな扉大きいとすぐ見える。こっち行くか、こっち。なんかお、なんでしょう、ここは。これとりあえずオープンするか。なんか置いてくる。これ何これ。我が漆黒の三日月の力を求め者よ、愛に違える二つの球体を結びつけよ。はい、結びつけよ。あ、これ以上消えないんだな。当てればいいのかな、攻撃を。乗れた。そういうことか。でも向きをこっちにして反対か。あ、行っちゃった、上に寝かせちゃった。結びつけよ、今みたいな誘導で結構時間あったな。こうか。え、はい全然わかんない。
時間が経つよ。はい、わかんないな。なんかあるよ。これが開くとなんかもらえるのか。ヒントはこれか。お互いぶつければいいのかな、多分。そのための時間は結構あるはず。あ、なんだ、登んなくてもいいじゃん、これ。切れるわ。あ、これならいけそうだな。あ、でも撃てるぞ。え、でも難しいよ。難しい難しい。あ、終わっちゃった。まあ登んなくてもいいみたいだな。アルテミスかな。これショットガンだったかな。こういう時こそお金ないんじゃないかな。あ、剣かな、やっぱ剣かな。あ、いった、こういうことか。うまくいってよかった偶然の、すべては偶然一致ですOK で、これで漆黒の三日月、闇に浮かべる三日月を燃やした、燃したか、燃した彫像。これをどこで使うか、ちょっと。あ、敵出てくんのね。誰、また、あ、大丈夫ですか。この OV の時は軸がね、ぶれないんで、攻撃当たんないんで、ここにいた方がいい。あれ、潜っちゃった。それはずるいんじゃないか。ほい。よし、簡単。弱い弱い。体力あんまない。軸はこれ離れた方がいい。ここだ、ここだ。あれ、どこ行った。ほい、よしよし、はい、よし。で、先に進めるのかな、これ。戻るだけか。おお、君は一体大大、これやっつけた方がいい。こいつの飛び道具は、ね、結構狙い正確らしい。ダメージがでかいんで、やっつけよう。こいつを先やっつける。やっつけた、また。ふぅ、ん、こいつ出した、こいつ出した。で、そのでかい大きい扉に行けばいいのね。お、またこれか。よしよし、ちょっと油断してないように。よいしょ、魔人化して。こういったつけたらね、敵がどんどん出てくるんでね、こういったつけたい。よし、こいつ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 、痛い。ちょっと食らっててもしょうがないからやっつける。痛い、構わずやっつける。こいつか、こいつをつける。違う、こいつだ。こいつはちょっと厄介なんだね。先をつけたい。よし、痛い。このね、切りつけが痛いんだよな。それ避けたい。魔人化してここにあろうって感じでやっつけて。はい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 、よいしょ。よし、で、アイテムを取ると。これなんだろう、バイタルサーじゃないや、デビルサーだ。よし、
ここはこんなもの？あれ？なんか何もないな。意外と何もなかった。じゃあ赤い扉関係終わりか。おもう出た。ちょっと飛び道具やっかいだから、あいつつける。よいしょ。こいつだけはつける。ここの通路はまあ全滅しなくてもいいっぽいんだけど、体力がないんで、魔人化しよう。いた。あ、逆にやられた。ほっ。ほい。こいつか。その前に、砂を出す前にやっつける。で、魔人化して。回復して、よし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 。さて、一回戻って。こっちか、あれ？どちら？ほい。で、今度、まだか。下の青い扉へ行くわけですけど、間違えた。あれ、どっちだ？これか。出なきゃいけないのか。こっちね。こっちへ行きまして。またか。今度これか。こいつテレポートするんですよね。また。それでも、あいつがいる。また。また。ちょっと、向こうへ行きたいんだ。こいつ、行きたい。こいつ行きたい。こいつが行きたい。よし、よし、よし。テレポートすることを忘れなくて。テレポートさせないぜ。おらおらおら、おらおらおら。よし。でも君ね、当ててね。よし。よしよしよし。まあ、体力伸びると結構気が楽になりますね。多少、多少ですけど。さあ次は誰よ。結構厄介じゃないの、ここ。組み合わせ。まず上にやつをやっつけたい。レッドバー、あと消えちゃうけど。ちょっとまずいな。またまたいっぱいすぎ。アルテウス耐えるか。ウスロックオン。ウスロックオンさせて。よいしょ。くらえ。無理か。ちょっとダメージ大きいな。ランダ。ランダランダ。あ、復活早い。復活早い。待って、復活早いぞ、これ。やっつけてからこう強いな。こいつやっつけたい。こいつか。よし。いやー体力ねえっすよ。まあですよ。こっから来たんだから上か。さあ、こんな調子で大丈夫か。お、これは何だろう。え、また？また君かい？ちょっと様子見るか。ここなんかあるかな。我が太陽の力を持てるものよ。我を暗黒の中が解き放て。これダメージ食らないけど、思いっきり吹っ飛ばせるのかな。あ、なんか壊せばいいっぽいな。でも壊せない。あ、上に上がっちゃった。降りてる間に攻撃しなきゃダメか。もしや多分そんな感じだ。
よし、聞こえた。お、すげえな、真ん中だけ残ってる。で、これでアイテムゲット。ゴールデンサン、光り輝く太陽を模した彫像、月の彫像とついにして飾られていたような。どっかにこれ置くんだな、これ。で、また敵が出ると。大丈夫かな。誰誰これ。ダメージ入る。あ、なんかやばい。おお、こういう感じね。よいしょ。この繰り返しか。まだいるか、まだいるか。お、今度2ついる。こいつは待て、またちょっと危険だな。お、またこいつがいいな。一体ずついかないとダメだな。お、よいしょ。よし、このとこですか。よし、なんてことないな。また、待て、まだいっぱい来るよ。回復アイテムください。回復アイテムください。魔人化したりか。いた、油断した。よいしょ。ここ大丈夫な。よいしょ。ほっ。よし。壊れてと。はい。で、これって、こっち？そこ、色違いなんか壁があるけど。あ、クリスタルパズルを解け。ちょっと待って。何やこれ。わかんねえぞ、これ。これ邪魔だな。もうダメじゃない、これ。一回、やらないですか。あれ？これ失敗だな。難しいんだよ、これな。次行きますか。行っときますか、次に。で、行くべきところはどこだ？こっちはもうないのかな？ちょっとこれか。ちょうど体力がないとこだった。くれ、体力を回復させてくれ。よいしょ、よいしょ。よし、またいた。ちょっと囲えた。よいしょ、よいしょ。体力くれないのか。あれ、一個も落とさなかった。なんてことだ。あれ、どこ行くんだこれ。これ上がってきたんだよな。あ、ここか。なるほど、なるほど。あー、シークレットミッションが気になるけど、ちょっと時間が後回しで。さあ、これの門番の間。お、またこちらか。まず一体です。そしてあいつもいるのか。結構厄介だぞこれ。あとこれ、よ、これまずいな。こいつ返すか。復活早い、復活早い。いた、やってくれんじゃないか。待って、復活が早い。あれー、厳しい。
これ上の敵からやっつけたいな。無理かな。もう自分がどこ行くか分かんない。いた、こういう痛いな。硬いし、ほっ、暗い、追いつかないな、追いつかないわ。硬いなこれ。硬いし、よし、厄介、よし、これで復活早いし、よし、待て、あと上か。まああれはやっ、なんかダメか、あし、ここ危ない、よし、ここか。あれ弱いな、強そうな割には弱かった。まあ前もってちょっとこのね、エボニー&アイボリーを食らってたかもしれないですね。さあこれは、あれ次に行くところがわからん。こっから来たんだよな、こっから来て、あれかな。あ、どんどん上に行くのかこれ多分。お、またこれか。今度このちょっと持っていかないな。ちょっと避けながら行くか。コウモリがいないときはこれ集中的にやっつける。よし、ちょっと違う、そっちじゃない。おい、よいしょ、あ、落っこちゃった。落ちるかそこで。敵復活してるこの先生。最初から痛い、痛いな。これはお待ちなさい。硬いな。よし、ふう。で次の扉に行くと大変だな。あれ、またここから落っこっちゃったんかい。落ちちゃダメなのかいこれ。なんだ。はい、ということでございまして、今回動画ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いします。それではさよなら。